はい、こんにちは。萌えチャンネルまるです。今日はこちらですね。うん。ゾイドワイルドのガノンタスとラプトールです。はい、ということで、ゾイドワイルドのこれガノンタス、結構前に出てたやつだね。これはいくつ、何番、うん、これは ZW5 番なんで、かなり初期に出てたやつだね。うん、うち結構デスメタル群寄りに集まってるので、うん、そろそろフリーダムダムも追加が欲しいなと思って、うん、ガノンタス買ってみました。はい、あとはこのちっちゃなラプトールだね。だね。今回、アイシン君がこれを作って、パパこれ作った感じかな。うん、はい、じゃあ早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがガノンタスですね。うん、すごいこれかわいいね。だね。手のひらサイズなんだけどね。うん、多分リクガメがモチーフだと思うんだけど、あのこう顔見るとわかるけど、完全にカメさんだね。うん、色もね、ライムグリーンでいいね。そうだね。で、口はですね、手動で開ける感じでこんな風になります。うん、甲の部分が甲羅になってんだね。うん、で、ワイルドブラストするときにこれが開きますね。うん、で、ちなみにライダーはここに乗ってるね。そうそうそう、ここに乗ってる。うん、ここを開けると出てきますね。うん、ワイルドブラストは手動で甲羅の前の部分を顔の方に倒して、うん、でこれ上に開けるとキャノン砲が出てきますからね。これ、うん、これで、まあ、どん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 攻撃するわけだね。うん、はい、これちなみにね、気功砲っていうんだってさ。で、次に僕が作ったラプトールだね。ラプトールは電話式ですごい可愛くて、うん、ここら辺のアーマーをすごいつけるのが簡単で、アーマー少ないね。うん、めっちゃ少ない。うん、これをまず取って、そんでここを巻くんだね、セットして。これで、あ、そういうこと。そう、巻ける。こっちに巻くの。そう、ネジ式みたいになってるのね。うん、ワイドブラスト状態はまずこれを上にやって、うん、それで上げるだけでワイドブラストを巻くよ。なるほど、ちょっとサソリ風になるんだね。うん、攻撃の角みたいになるんですね。一方エッジ。じゃあまず通常状態で歩かしてみるね。うん、はい、おぉ、あれかわいい、かわいい、ひょこひょこ歩いてる、ひょこひょこ歩いてるね。尻尾も、うん、じゃあラプトールも動かしてみよう。巻いて、じゃあ歩かしてみて。えい、おぉ、うん、あ、よたよた歩いてる。よた尻尾をね、あ、動いてる動いてる。じゃあガノンタスワイルドブラストしてみます。甲羅の部分を倒して、おぉおぉ、こういってるはず。あ、いったいったいった、これ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 、これがワイルドブラスト状態ですね。うん、こっから動画ポンポン、そう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 、早いスピードだよね。これいいね、これはいい。じゃあラプトールワイルドブラストいくよ。はい、あ、これだね。相変わらずヨタヨタ歩きなきゃな。あー、今日も平和だな。お、お前は、俺様はラプトール様だ。お、デスメタル君の。そうだよ、俺がちっちゃいからって舐めてるんじゃないぞ。いきなりだ、デスブラストリッパーエッジ。はっ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 。俺、全然効かないよ。はっ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 、全然効かない、そんなバカな。もうそれで終わり。なら次はこっちがワイルドブラストだ。ワイルドブラスト気功砲。なに、そういうのか、違うな、お前待ってろよ。あいつなんです、親分。お前か、ガノンタス。しかしお前ごとき、お前ごときにこの私がやられるわけにはいかん。そうか、なら気功砲。ああ、なに、そんなに強いんです、あいつ。そんなバカな、くーん、バカさばした。こっちです、親分。こっちです、親分。お、どうした。お、お前はガノンタス。そうだ、俺の気功砲を受けてみるか。あ、痛いのやらんで帰ります。ドン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 。親分、どうすんな。俺たちも帰ろう、帰りましょう。やったぞ、勝った。
はい、ということで今回はゾイドワールドのガノンタスとラプトールでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そして今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。